デーゲンのオーニソプター。気球部分は描かれていない。ヤーコプデーゲンは、スイス生まれのオーストリア人で、発明家。1808年に気球付きオーニソプターで飛行。1817年には、模型ヘリコプターを飛ばした。スイス、バーゼルラント順州のリーダーツビル出身。少年は1756年とも1761年とも、 本業はリボン織り職人だったが1778年から時計作りを学び1792年にマイスターになった1766年内視70年にウィーンに移ったここで1807年人力用にソプターを設計1808年11月これに小型の水素気球をつけて浮力を稼ぎ史上初の 操縦可能な自由飛行に成功した。1808年に、ジャンパウルが、ドイツの新聞に書いたコラムに、デーゲンの飛行に関する言及がある。1810年から13年にかけて、改良型の機体で何度か、公開飛行を行った。ウィーン近郊、ラクセンブルクリ級での実演は、時の皇帝フランス一世の要請で行われたもので、んとか飛行できた。 パリでの1回目の実演は成功したが、2度目のシャンド・マルス公演における実演では離陸できず、観衆を落胆させた。彼の飛行具の翼には変翼あたり3500個の弁があり、振り下ろす時は抵抗が大きく、振り上げる時には抵抗が小さくなるよう工夫されていた。理想的な条件でなら上昇、下降、操舵はかなり自由であったが、風には弱かった。 デーゲンの飛行の情報は、イギリスのジョージ・ケイリーにも伝わったが気球による補助を受けていたことはうまく伝わらず、純粋な重厚空気による飛行で先を越されたと誤解したケイリーに、論文、空中航行についての発表を急がせることとなった。また、ドイツのアルブレヒト・ベルプリンガーは、彼の機体を模倣して作った翼で1811年に、飛行を試みて失敗している。 1816年には時計作りのノウハウを活かし、全イ仕掛けの模型ヘリコプターを製作した。この、世界初とされることもある、無人ヘリコプターは、重量6キログラムで、1817年6月に、ウィーンのプラーター公園で行われた、公開試験では160メートルの高度まで、到達した。デーゲンの他の発明には、時計の歯車製造機、 新型の風速計などがある。1816年から20年の時期は、紙幣の偽造防止という問題に取り組み、ギをシェに通じる発明をしている。この技術は、今日の紙幣偽造防止技術の元となった。1825年から41年の期間は、オーストリア国立銀行の技術部門で、責任者を務めた。ウィーンで没。 航空発達物語 P57 では実際に飛び上がる最初の模型ヘリコプターとしている。ただし18世紀末にはロシアのミハイル・ロモノーソフ、フランスのクリスティアンド・ドラノワも模型ヘリコプターを製作した記録がある。ありがとうございます。